はい、どうもチョスです。というわけで今回も8年やっていこうと思います。ということでバレンタインのイベントの後半が始まりました。やったー。ということで、思い交わすハッピーバレンタインキャンペーン後半のまとめやっていきたいと思います。8月のシンデレラナイン。はい、ということで早速やっていこうと思います。この動画ではですね、2月8日、12時に追加された、内容たちを、まとめていくというそういう動画になっております。ということで早速やっていきましょう。先に言っとくと新キャラなし、新キャラなしでございました。ちょっと残念というか、来るかなと思ってたんですけど復刻でしたね。まあ見ていきましょう。2月8日水曜日から開催でございます。後半でございまして、で、まあ、引き続きあのバレンタインのタウンマップのやつね、まだ見てない方早く見てくださいねっていうやつですね。まあここはもう前半の方で解説してるのでカットしたいと思います。はい。でエロインボーナスまた追加来ております。で毎日何スターもらえますよっていうやつなのでしっかり毎日ログインしていきましょう。で7日目で絆の結晶極みか、うん、っていうものになってて、でともっち再登場しております新パックね、再登場しておりますので、欲しかった人はぜひ買ってください。なんかこの友達よく再販来てるようなイメージがあるんですが、でもまあ久々か、うん、優勝ナイスター25個と友達のセットになってますということで、ちょっといくらかは分かれへんからテロップ入れときます。はい。で、超特訓イベントパックというのも来ておりますね。はい、これもしっかり欲しい人は買っちゃってください。で、これですね、 UR 復刻来てまして、ブルームの翼とブルームのつくもが再登場しておりますといった感じでございます。ちょっとまあこの2人については後ほど喋っていこうかなと思ってます。そして優勝限定ライバルグランドスラムスカウトでございます。グラスラのライバル限定版っていうやつですね。はい。光だつまめと風祭りが映っておりますけれども、ちょっとこれ後で、どういうラインナップかっていうのを見ていきましょう。うん。で優勝のやつと無償のやつがあって、優勝の方は10連で、欲しい選手1人、確定でお迎えできるっていうものになっております。そして、新チャプターも来ておりますね。なんかこれバレンタイン関係ないっぽいけどね、かけ違えた望み、まあ草刈ルナと草刈レナのお話になってるんでしょう。そしてこのレナのシーンって見たことないよな、なかったよな、こんなシーン。ルナちゃんはあの蒼天のルナちゃんやと思うんですけど、レナちゃんの方はこれな、見たことなかった気がするんで、多分そのうちシーンとして登場するんかな。まあこれ楽しみですね。これもあの動画にしていきますのでお楽しみしておいてください。はい。ほんで、ちょっと今までねバレンタイン要素が全くなかったのでやっとここで出てくるんですけど、バレンタイン記念イベント後半がまた来ております。でコイン集めてこのねカードまた、回収しないといけません。これ回収してないとクリベア、選手専用クリベアもらえないので、しっかりこのカード回収しておきましょう。はい。っていう感じですね。終わり。え、なんかバレンタイン当日に向けてもうちょっとバレンタインシーン追加してくれないんだってちょっとだけ思っちゃったけど、まあしゃあない。8月のシンデレラナイン。まあせっかくなので再登場してるともっちのひまわりスキル見ますか。こんな感じです。発動条件なしで自身の守備が超究極に上昇し、総力ミートが超絶に上昇するというものになっております。はい。まあ守備上げたい人はいいんじゃないかなと思うけど、まあ総力ミート超絶なんでね、なんかそこまで優先度は高くないのかなとちょっと思っちゃったりもしますが、ともっち推しの方でまだ持ってない人は買ってくださいっていう感じかな。うん。販売価格は1800円でございますのでね、欲しい人は購入してください。はい。じゃあね、次グランドスラムスカウトの、ラインナップ見ていきましょうか。こんな感じ。ピックアップ選手、風祭り、光だつばめ、塩見、なぎさの3人だけなんかな。ちょっとこれスカウト見に行った方がいい気がするんで。はい。グラスラのスカウト画面来ました。こんな感じになってまして、ピックアップまあ3人ですね。なので、グラスラチケットで変換できるのも、このコインで変換するのもこの3人の誰かしらになってると思います。はい。でこのラインナップなんでこの3人かって考えたんですけど、まあフォト用ですね。完全にフォト要員でしょう。うん。で風祭りフォトある、で光立つ場面もフォトある、で塩見だけないんですけど、もうすぐねあのフォト追加が
あるとアナウンスされております。3月やったっけ。うん。なので、おそらくフォト第2弾で塩見来るんじゃねえかとちょっと思ってるんですが、どうでしょうか。はい。なのでとりあえずここに塩見もぶち込んでるみたいな、そういう考察ができるかなと思うんですけれども、まあだからフォト要員として欲しい人は、ゲットしといてねという感じでしょう。うん。まあ一応軽くね、見ておきましょうか。まず、風祭り守備キャッチャーの時、味方投手のコントロールが急極上昇、球速が、超抜群上昇、スタミナが抜群上昇という風になっておりますということで、まあ悪くないけど、風祭りをわざわざフォトでレベル5にするかって言ったらその優先度はちょっと低いかもしれないので、なんかどっちみちやな。うん。まあ風祭り推しの人とかは引いてほしいなとは思いますけど、そやな、シーン少ない選手をわざわざレベル5にするかって言ったらね、微妙な感じがするんで、まあでもあれか、風祭りのねレベル4キャッチャーとかやったら、もうレベル5にすぐできるっていう人は、これゲットしちゃって、風祭りのフォトレベル5にするのもまあなしではないかなとは思いますね。うん。はい、ちょっと付け足しなんですけど、風祭りね、ひまわりスキルはまあまあ普通なんですけど、それじゃなくて星2のピンクスキルが強かったです。見てください。5回以降味方打者のミートが大幅に上昇するっていうのを、持っておりました。はい。なのでレベル4フォトレベル4とかでも、これつけてあげたら5回以降味方打者のミートを大幅に上昇するっていうベンチバフ、全体バフを、持たせることができますので、まあ、そういう意味で、活躍の場はあるのかなということがね、判明いたしましたので、お知らせしておきます。まあ確かにそう考えたら1枚持っててもいいのかなって思っちゃいましたね。はい。ということで、本編に戻します。失礼いたしました。で、光田ツバメは発条件なしで自身の走力が超急極上昇、ミートが急極上昇、三振率が減少ということで、ございます。まあまあまあ、ミートも急極にしっかり上げてくれるし、三振率も下げてくれるので悪くないかなと思いますが、まあ走力そんな上げてもなっていう感じはあるので、まあだからこれもね、風祭りと一緒でそのシーン少ないやつのフォトをわざわざレベル5にするかって言われたらなんか絶妙に微妙なので、うん、まあ欲しい人は引いてねって感じかな。で、塩見も来てまして、塩見は、投球時自身の球速スタミナ急極上昇、コントロールが超絶に上昇。あ、これいいな、これも安定してていいですわ。うん。まあスタミナ、まあスタミナちょっと足りなそうな僕で言ったら UR ブルーム野崎とかにもつけてあげたいなって思える感じのスキルしてますね。なので、まあ塩見がフォトで来た時はこういうのつけてあげるのもありなのかなとちょっと思っておりますっていう、3名が来ております。はい。で、優勝の方と無勝の方で分かれてると。で、初回は10連ナインスター、両方30個で引けるよというものになっておりますので、ちょっと挑戦してみてください。はい。で、思い交わすハッピーバレンタインイベントのちょっと詳細なんですけど、まあこれもね、またコイン集めて、そのコインでアイテム変換していくんですけど、絶対に変換しとかないといけないのがこれですね、カードアフターエピソードっていうやつです。はい。これを、変換しておかないと、最終的にですね、会話劇とかいろいろ見た後に選手専用クリベアがもらえると思うんですけど、このカードを持ってないと、選手専用クリベアもらえないので、絶対にカード、このアフターエピソードの方のカードもしっかり変換しておくようにしておいてください。はい。うん。で、あとまあいろいろね、豪華な報酬回収できますので、しっかり周回しましょうという感じになってます。8月のシンデレラン9、なんか思ったよりバレンタイン感なくてちょっと残念ですね。うん。だってバレンタインイベント前半後半で終わりなんで、多分これで終わりなんですよ。うん。なんかそう考えたらちょっと前半にバレンタイン詰め込みすぎて、肝心の当日とか全然バレンタイン感ないんじゃないかってちょっと思っちゃってますけど、まあソシャゲってそんなもんなんかな。いや、なんかここでバレンタインシーン連投してきても面白いなと思ったんですけど、さすがになかったですね。うん。ということで、まあ最後にちょっと、復刻した UR 選手について喋っとこうかなと思います。はい。あ、でまずガチャの概要から見ていくと、まあ普通のやつと一緒ですね。うん。
10連使うとごとにしっかりとブルームコインも回収できまして、そのブルームコイン20枚でこの UR 翼とつくもに変換することも可能です。はい、っていうものになってるので、まあ、あの時取り逃したとかね、うわこの選手欲しかったんやっていう人がいると思うので、そういう人たちはもう確実にね回収しに行ってください。はい、っていうものになってます。で、一応提供割合は、5%SSR があって、ピックアップで、翼 0.5% つくも 0.5% ということで、まあ普通の UR よりゲットしにくいですね。普段なら、0.75% で回収できるんですが、まあ片方だけ翼だけ欲しいっていう人とか、つくもだけ欲しいっていう人にとってはちょっと不利なスカウトかなというふうになっております。逆に両方欲しいっていう人は、いつもより UR 出やすいです。なぜなら、この2人で 1% もらえてるから、うん、どっちかでいいんやったらいつもの、UR スカウトよりは引きやすいかなと思います。はいはい、という感じになっております。じゃあちょっと選手について話していきたいんですが、ちょっとねつくもに関しては持ってないので何とも言えない、申し訳ないですけど持ってないからこの使用感をレビューできないっていうね、感じなので、ちょっとごめんなさい、このつくもは割愛させてもらいます。あのもしつくも使ってる方で、ちょっとこのつくもの良さをあのコメント欄に書いてくれる優しい方がいらっしゃいましたら、よかったら書いてあげてください。はい、でちょっと申し訳ないんですが、この UR ブルームの翼の方だけ、話そうかなと思います。はい、まあ最近の僕の動画見てくれてる方なら、チョスのボックス紹介内野手編でも、この翼について触れましたけど、結構優秀でございます。何が優秀かっていうとシンデレラハーモニーですね。選手に任せる系のシンデレラハーモニーなんですけど、自分の打席、この翼の打席が終わるたびに私たちは止まらないっていう、スキルを習得していきます。それがですね、味方全体のミートが上昇するというものになっておりまして、これ5個まで、重複して習得することができます。なので、打席5回回ったら、この翼に私たちは止まらないが5個ついてるっていうね、なんかえげつない状況になるわけですよ。うん、でその味方全体のミートが上昇するがかける5になるんで、めちゃくちゃバフになるっていう、そういう選手になっております。はい、ただまあ、しっかりとスタメンでね、出場させてあげておかないといけないっていうのはあるんですけど、まあそれでもね結構強いですよ。うん、でスキルも自身とともっちもいてます。はい、なので、ダブル装填もできるし、でフォトで装填つけてあげたらトリプル装填もできるんかな。うん、そうやな、うん、っていう感じになってる。最近なんかトリプル装填とかなんか当たり前にはなってないけど、なんかできるようになってきた選手が増えて、なんか怖いですね今後の8内が。はい、っていう感じになってます。はい、個人的には結構おすすめなので、悩んでる方は、引いても損ないのかなと思っております。はい、っていうそんな翼とつくもパイセンはちょっと喋れないのでごめんなさいといった感じですけれどもね、復刻しております。で、2月14日の23時59分までとなっておりますので、お忘れなきをよろしくお願いいたします。はい、っていう感じかな。うん、なんか思ったよりバレンタイン感がなくて悲しいというか、なんか寂しいというかね、個人的にあるんですけど、ここでもう一回バレンタインシーン追加してブワッて盛り上げたらなんか結構みんな楽しめたんじゃないって思っちゃったけど、そういうことでもないんかな。運営的には何か考えてるんでしょうか。うん、で一応ね、ナインアワードスカウトがもう言うてる間終わるんですよ。なので、この動画が上がって明日明後日ぐらいにはなんかまた新しい装填追加してきそうな気はしてるけど、それが果たしてバレンタインシーンなのかそうじゃないのかっていうところがありますよね。うん、で今一個思ったのは、草刈レナのあのシーンやったじゃないですか、ストーリーのこのこれね、うん、これが装填なんじゃないかなってちょっと思っちゃったよね。うんなんかそんな気しません？うん、出てるシーンでこれしかないんで、まだ実装されてないのが。なのでまあこれが装填で来る可能性はなくもないよねっていう感じに予想しておきます。はい、っていう感じで、バレンタインイベント後半始まっておりますので、皆さんしっかり
楽しんでいきましょう。はい、ということで、まあ、あのバレンタインイベント後半について何かコメントある方はぜひコメントを書いていってください。よろしくお願いいたします。ということで今日はこんな感じで終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8内でお会いしましょう。以上、チョスイミナミスイさんのチョスでした。バイバイ。